はい、ダービースタリオン98プレイしていきたいと思います。今日もゆっくりまったりと始めていきましょう。さて、あったかいねお茶でも飲みながらやっていきたいと思います。今日の競馬どうでしたかね。新山記念ね、僕は2着3着4着でしたね。トラスト軸だったんですけど、まあ、ハイペースの中ね、結構4着粘ってますよね。強兵はね、あまり見栄えする馬体ではなくてね、420キロ台の馬体でしたっけ。だからね、人気にならないんだと思うんですけど、まあ、先につながるかといったら、やっぱり今回の馬場はね、重馬場で、まあ普通の馬場ではないですから、つながるかといったらちょっと疑問なんですけど、まあまた強兵って言ったらどっかでね、穴開けるんじゃないですかね。ハイペースとね、追い込み馬なんで、ね、そういうのを考えておいた方がいいですよね。さて始めていきましょうか。厩舎には2頭いますね。新田の妹とレイコカムバック。この辺りベスト体重何キロでしたっけ。芝やっとこうか。450キロでしたっけね。僕はトラストあたりはね、評価落としませんよ。だから中山は 2000m に出てきてほしいんですよね。なんで新山記念使ったのかなと。ちょっと故障ですね。新山記念やっぱりね、まあ、今回重馬場だからね、トラストを買ったんですけど、両馬場ならね、僕買ってないと思いますし、中山2000とか中山1008の方が向くと思うんですけどね。なぜ京都のね、新山記念使ったのか僕はよくわからないんですけど、まあ、マイネルといったらね、中山 2000m 得意な印象があるんでおそらくマイネルの岡田さんのね、走ると思われる馬体がね、中山 2000m に向いてるって前冗談で言ったことがあるんですけどまあいい加減なこと言ってたらいけませんけどね新田の妹は4歳だよね。うん、秋は秋華賞一応目指そうか。 2000m 持たないと思うけど、故障してしまったね、レイコカムバックはね、まあ、販路で調整していきましょうかね。販路はね、添えならやれるんで。あ、販路ちょっとこれ北海道にいるからね、販路がないんよね。だから戻さないといけないね、これね、出馬で。次じゃないとダメだ。8月4週にならないと。新田の妹は回復してきたね。492位だよね、ベスト体重ね。まあ、目標はやっぱりスプリンターズステークスかな。スプリント戦という感じがするんですけど、まあ、秋華賞、マイルチャンピオンシップ、スプリンターズステークスというローテがね、理想ですね。ちょっとこれはね、新潟に出して戻ってきてもらいます。はい、そして輸送したところで出走、もちろんね、回避です。これで中山にね、次戻ってくると思うんで。はい、新田の妹、京成杯出そうかね。マイル戦のハンデもどれぐらいのハンデになるかわからないけど、まあ、出しましょう。鞍上はね、まだ決まってないんですよね。まあ、エビショーさんね、頼りになるエビショーさん、388、ちょっと馬体がガレてますね。まあいいでしょう。これでね、レイコカムバックは戻ってきたんで、治ってますね。治ったんで、まず合わせてやろうか。だから450キロですね、ベスト体重ね。あー、ジェニン出てきた。ちょっと厳しいな、ジェニンは。桜スピード、エアリアル、サマリベッピン、同時まめて。この98のね、出走する、ね、ライバル馬って言ったら、やっぱり僕の本当始めた頃の世代でね、懐かしい馬ばかりですね。
入れ込んでるね、いつものことなんだけど、まあ、ちょっと印ありませんよね。ハンデも55キロ結構つけられましたね。まあ、ちょっと乗り方先行で行ってみようかな。たまにはね、コメントの方でね、辛辣な意見がありましたんでね、なんかダビスタの実況やるならダビスタの勝ち方の研究をしろって言われましたからね。実況やってますけどね、楽しくやりたいんですよ僕はね。うまいプレーを見せたいとかそういう気持ちは全くないんで、研究なんてね、今この時代にね、ダビスタ98の研究をしないといけないんですか。ちょっとそれはという感じがしますね。まあ、楽しくやっていきたいんでね、楽しみながらやっていきたいんで、ゆったりまったりと言ってるじゃないですかいつも。なんて研究しないといけないんですか。いい続きでも内から、まあ、ただ入れ込んでるんでね、最後まで伸びないよね。パーシャンスポット結構荒れますよね。ジェヌインも、まあ、61キロだったからね、ハンデがね、惨敗ですね。やっぱり 2000m は無理だなこれ。さて、新田の妹じゃない、レイコカンバックにもね期待です。ハンルやろうか。スピード調教は足りてないと思うんで、芝の方がいいんだけどね、芝の方がやっぱりね、故障する確率が増えるんでね。ただハンルやってたらレースでね、横振るようになる可能性というのは高まるんでしたっけね、ちょっと覚えてないんですけど。新田の妹は次やっぱり秋華賞かな。まあ、ただ 2000m は無理ですねこれはね。いつも入れ込むんでね、出そうか。なんかレイクカンパック不要ステークスじゃない、ノジギクステークス、そうだ、これ関西馬だね、レイコカムバックはね。お、牝馬の川内さんでいきましょうね。犬好きの森。ここらでどういう競馬を見せるかね、楽しみですね、オープン戦でね。ライバルがどうですかね、中谷チャンピオン、懐かしい、鶴丸餅を知らないな。あ、いいですね。この修正やっぱりな、期待できないな。やっぱり勝負根性をかけるんですよね。先行でいきましょう。やっぱ新馬戦であの修正だったら勝負根性そんなないよねこの馬ね、これから苦しいかもしれない、まあ、ただ成長型ね、あの早熟ではないんでどんどん伸びていくと思うんですけど、新山記念最後の直線暑かったですね。強兵さえ来なければ当たってたのにね。ミヤリン厩舎じゃないですか、宮本さんのね奥さんが喜ぶでしょうね。高倉くんっていうのもやっぱり穴ジョッキーですよね。スタート前しね、逃げ馬と追い込馬でたまに穴開きますよね。頑張れ、粘ってくれ、食らいつかないとダメだ、垂れた。まあ、でもなんとか掲示板に乗りましたね。地道にお金をね稼いでくれるかもしれません。十分オープンでも、ね、通用しますね、まあ、ただラガーチャンピオンってそんな強いまではないんでね。新田の妹期待してるよ。まあ、輸送になるからちょっと重めの方がいいよね。10月2週間、なかなかいい感じですね。あ、3週だ。ちょっと太めに作っておこうね。ガレルよりね太めに作っておいた方がスタミナはね持つらしいので、申し訳ようか。
ちょっとスピードを上げないとまずいかな。まあ、ただ血統的にね、距離は持たないんで、ね、ブルマの子供なんで、距離は持ちませんからね。ちょっと太いけど、絶好調にはならないでくれよ。ならないでくれよ。よし、いい感じ。こんな感じでいいんじゃないかなと。うん、万全の体制で望めますね。エビショさん乗ってくれないかな。よし、信頼できるのはエビショジョッキーね。エビショさんがね、なんか JRA に楽しい競馬を作ってくれよみたいなことを言って、それでね、僕らのジョッキーのね、三つ騎乗にも甘くなってほしいなみたいなことを言ってましたけど、まあ、彼冗談で言ってるんだと思いますけどね。そんなこと本気で言ってたらどうかと思うんですけど、冗談も交えてるんでしょうね、もちろんね。ノースフライト、ベストダンシングも懐かしいな。天山豊か、新田の分また入れ込んでるね、いつも通り。まあ終始ないんで、まあ京都内回りなんで先行できますか。垂れるな。任せよう、もうエビショジョッキーに任せましょう。よし、さすが無印で勝てないでしょ。まあ安田記念無印で2着来ましたからね。あ、ちょっとそうだ、おいおいやってくれって言われたんだよね、柳さんに。全然忘れてた。あー、引っかかってるねこれね。この引っかかり具合だったらもうまず持たないね、距離はね、これはダメです、ダメです。ブルマの血がね、やっぱ騒いでますね。スプリンターの血が騒いでる。予後不良だけにはならないようにね。これ予後不良じゃないよね、バテてるんだよね。ちょっと無謀でしたかね、 2000m 出すのは。来週はリアル競馬なんですかね。 AJC 杯あたりかな。日経新州杯30勝ですね。愛知杯、日経新州杯、京成杯ね。京成杯まさかいいのね、トラスなんてね。中山 2000m 絶対そっちの方が合うと思うんだけどな。まだスクリーンヒーロー、スクリーンヒーロー3区だからどうなんですかね。レイクカムバック出しましょうか。500万した起陸賞ね。カジさん乗ってほしい。よし、500万ならやれると思うんでね。気象がね、そんな荒い馬ではないんで、エアマジックとかちょっと強敵やね。人気はないね、この印は。ちょっとねちょっちゅうね、先行できます。これ勝負根性がねあればね、あの印なくてもね、前で粘るっていうねケースもあるんですけど、勝負根性にもいまいち欠けるんで厳しいですね。日経新州杯あたりはね、あ、カフジプリンスとか出てくるんだ。前走ね、あの中山の1600万下クラスで勝ちましたけど、まあ京都がね、馬場がどうなんですかね。ダコールとかね、マキシマムドパリ、レーブミストラルがね出るんですね。これ久々ですよね。山勝ライデンとかレッドエルディスト、この辺りがちょっと大物にかけます。大物がいない、大物はいない。来てる来てる、頑張れ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 、なんとか掲示板垂れるよね。いや、このままちょっと強くないから、勝負根性がないから
粘りませんね。さて、舞ちゃん行きましょうね。舞ちゃんね、新田の妹の状態はどない？なかなかいい感じやね。マイルはね、十分こなせるんで、いい感じだね。故障だけはしないように。お、絶好調ね。これも出さないといけませんね。そう、18なんか出してる時点でダメだよね、これはね。距離持たないんで。やっぱりマイル以下、マイルか。次のダート使おうかな。うん、ダートね。やったよね。そして新田の妹ね。エミナージョ、君の年。乗ってくれないね。お、タキさん。タキさんが乗ってくれると。タキさんが乗ってくれたらもうね、100人力ですよ。さて、マブラスクラン、ニットの妹、また入れ込んでる。入れ込んでるな。印はない。ちょっと能力落ちているかもしれませんね。うん、これ、差しでね、いきます。いやね、あのよく言うじゃないですか、関東のファンファーレだからおいおいができる、関西のファンファーレではね、リズム的においおいができないっていう話をね、ネットで聞いたことがあるんですけど、関西のファンファーレでもおいおいはできますんでね、うん、今のタイミングでおいおいやったらできますんでもうこのせいでね、あの関西のファンファーレでもおいおいがね、あの広がっていったらね、申し訳ありません。おいおいね、やっぱ評判悪いですからね。上がっていっていいよ、上がっていって。無印でもね、チャンスあると思うんで、もう外からね、オーストブマスでいいよ。いい感じで上がっていって、これチャンスあるよ。前、3列目、3列目。そうそうそう、結構いい形で上がってきた。さすが、滝湯とか。よし、あとはもう、小根性。さぜ、前バツてくれ、前バツたらチャンスある、前バツたらチャンスある、粘る、刺してくれ、刺してくれ、いける、お前ならいける。また2着か、これ。惜しいな。2着だよね。花さんの2着。今のレース扱った。というわけで今回はこれで終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。